皆さんこんにちは。写真家の藤村大輔です。よろしくお願いします。日本カルチの講師はね、いろいろともう、長年って言ってもね、何年ぐらいだろう、日本カルチできてから、講師になってますので、まあ数年、やってますけれどもね、まあ僕日本カルチ何回も来られた方はね、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、夜景をね中心に講座を持ってますので、夜景に、夕景とか夜景とか、あと長時間旅行ですね、長時間旅行っていうものに興味のある方はどんどんお越しください。で、まあ僕のね、自己紹介ってことなので、いろいろと、何を撮ってるかっていうのね、まあ、僕はね世界の、海外の都市を回って、例えばヨーロッパだとかアメリカだとか、そういったところにね回って海外旅行をするのが多いんですよね。で、海外旅行をしながら、写真を撮って世界遺産とか街のスナップとか、そうですね、人物撮ることもありますしね。で、そういうね、いろいろと海外旅行のスナップ写真を撮ることが多いです。で、その中での一つのテーマとして、夜景ね、夜景っていうものをずっともう20年以上、もう30年ぐらいですね、30年近く撮ってまして、いろいろと夜景の写真というものに関しては、いろんなところで発表させてもらってますので、知られている方もね多いんじゃないかなと思います。写真を撮る上においてですね、いつも心がけてるっていうことはですね、写真はね、いつも一期一会、一期一会っていうのはすごい好きな言葉なんですけど、どこの写真をね撮りに来てもパチッやってきたと思って撮りに来ても、この瞬間ってね、この時しかないんですよ。ニコンカレッジの講座の中で僕がいつもね心がけてることっていうのは、やっぱりね、平等であること、生徒さんに対してはね、あの平等であること、やっぱりあの公表の時間だったり撮影実習する時であったり、いろいろ平等であることっていうのはやっぱりもちろん、心がけなきゃならないっていうことと、あとね、自分の技ね、プロとしての技を惜しみなく、皆さんにお伝えするっていうことですよね。写真ライフっていうのは当然一生続くわけなので、まあ、このね、日本カレッジにおいて学んだ、知識とかノウハウとか経験とかっていうことは一生役に立つんじゃないのかなと思いますので、ぜひね皆さん、また、まあ、僕の講座は夜景が多いですけれども、夜景以外の講座もたくさんありますので、皆さん講師もたくさんいますので、ね、皆さん、どの講座がいいのかなってより選んでいただいて、受講していただければな、いただければなと思います。それでは、またお会いできればと思います。さよなら。